逃げたりしたんだ。今日は奥様が来る日なのに。ごめんなさい。あんたが教えてあげなさい。このバルト・ファルト家がやっていけるのは誰のおかげか。お前も今のうちに勉強しとけよ。じゃないと学園で結婚できないぞ。学園？ここあの乙女芸の世界だ。あの乙女芸にはバルト・ファルト家なんて登場しなかった。俺はいわゆるモブキャラだったのだ。ゲームの知識を使って無双しようと考えたことはある。記憶にある情報は全てメモに残した。浮島での暮らしを続けるうち野心は消えた。モブはモブらしくそれなりの幸せを目指すのが一番だ。見合いってどういうことです？50歳で結婚7回、しかも夫は全員戦士。お客さん、お客さん、朝ですよ。私の体動いてる？本当本当。はい、もらっていいの？ありがとう。どういたしまして。アイテムボックス、これは、これが私、ハイエルフ、リアデールで作ったアバターじゃん。ほらほら、お嬢ちゃん席についてくれ。スープが冷めちまう。あ、はい。口で食事をするなんて何年ぶりだろう。ごちそうさま。お粗末さまです。ここ見覚えがあるような。確か、なんだここ夢かな。使えるわけないか。若返る夢なんて珍しくもないか。確実に夢だなこれ。デスマーチ中に寝てる時に夢の中でデバッグするのはたまにあるけど。なんだ、考えるだけで操作できるぞ。サトゥーって名前までいつも俺が使っているテストキャラと同じじゃないか。なんだ、敵かな。赤ってことはこいつら敵だな。レベル1のプレイヤーが素手で勝てる相手じゃないな。焼けるような線。気づくと僕はそこにいた。銀色の大樹、まさか秋葉。どうなってんだおい。責任者出せ。聞いてんのか。なんだ。いや、これって操作できるんだ。ダメだ、反応なしか。直継ぐ。そうだ、ボイスチャット電話機能で会話ができれば。白なのか。直継ぐ、直継ぐ。ん、なんだよ。あ、いや、直継ぐの顔、直継ぐらしいな。設定ではハーフアルブだけど。で、人が2年ぶりに戻ってみれば、こりゃどうなってんだ。知ってることがあったら教えろよ、腹黒メガネ。いや、来てくれただけでも感謝しないとな。そう、みんな生活がかかっている。ああ、セバスという名前だったか。それに戦闘メイド、プレアデスたち。そうだ、楽しかったんだ。本当に楽しかったんだ。ダウンが延期になった？どういうことだ！？口が動いている？
NPC が会話をしている。ありえない。何か異常が発生しているのか。セバス。は。セバス、大墳墓を出てナザリックの周辺地理を確認せよ。